妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、チャイナのティア8プレミアム重戦車。ジェットブースターのスピードと160ミリ砲の火力が魅力的な子、BZ176-3 だね。うむ。マップはエルハルフ、マッチングはティア8から10だね。それじゃあ初動は、2ティア差のボトムマッチというちょっと活躍しにくいマッチングだけど、深くを活かしたハルダウンができるなら十分通用する子なので、北西のハルダウン会場にでも向かっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。味方さんの初動は、ティア10重戦車の IS-73 だけじゃなく、重戦車のプロジェット653に T-22-3 まで、北西に向かってくれてるね。うむ。というか後続さんもかなり多いので、もしかするとこれ、若干レミングス気味な数かもだね。あう。とはいえこのマップの南は膠着しやすいし、仮に突破されたとしても、北西から陣地防衛に戻りやすいマップでもあるので、まずは気にせず北西でビシッと戦っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。それなら今回自走さんのいないマッチングでもあるので、右側の T-22-3 の位置に向かっちゃうね。うむ。ただ全く同じ位置だと邪魔になるので、ちょっと手前で止まろうか。わかったよお姉ちゃん。ティア13の邪魔をするわけにはいかないもんね。うむ。むぅ、ちょっと甘いで肩になっちゃってたか。あう。あ、正面にイタリア駆逐さんだね。ナイスショット大妹よ。そして味方さんのフォーカスがすごすぎたね。本当だねお姉ちゃん。一瞬だったもんね。そしたらミノタウロスさんがおせおせモードで前に出てくれてるので、私たちも気を見て前進するとしようか。了解だよお姉ちゃん。敵北西部隊は多分今見えている子たちで全部だと思うから、ほぼ間違いなくこちらが戦力有利だもんね。だね。そして北西が戦力有利な分、南は戦力負けしちゃってるはずなので、南が敵に押される前に、北西を突破したいところだからね。ミノタウロスさんたちとクロスファイアになる、左ルートに向かっちゃうね。うむ。あとは敵が右のミノタウロスさんたちを狙った隙をついて。てむぅ？さっきまで右向きだったのに、反応なかなか早かったね。あう。しかも追いかけてきてるね。うむ。でもここまで前に来るのは、多分出過ぎじゃないかな？よしよし、ナイスショットだ味方さんからの。ナイス撃破大妹よ。ただミノタウロスさんたちをおとりにするはずが、なんか私たちが被弾薬になっちゃって、もうヘルスからっぽなので、被弾リスクのある北西で戦うのはもうやめて、中央方面から敵陣を目指そうか。了解だよお姉ちゃん。この後味方さんが敵陣へ詰める際の、スポッター役だね。うむ。今敵を撃ちに行っても一発が限度だろうし、なら敵は無視して先行、敵陣スポッターの方が何かと稼げるってね。と思ったけど、こんな早く北西を制圧されちゃうと、移動が全然間に合わないね。あわう。とこんなところでバッチャさんを発見とは。いいね、お姉ちゃん。狙い撃っちゃうね。ナイスショット大妹よ。アシストダメージも入ってきてるし、超いい感じだったね。本当だねお姉ちゃん。そしたらすでに勝ちは確定っていう戦況で、この後私たちの出番もなかったので、ちょっと早いけど勝利宣言とさせてもらっちゃおうか。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ2141、キル数1、アシスト342、棒だめ250。スコアは994でチーム内トップ、3バッジをゲットだね。今日のバトル、初動かなり北西に偏っちゃってたので、どうなることかと思ったけど、ミノタウロスさんを筆頭に攻め気がかなり強くて、これぞラッシュ戦法って感じの、超スピード勝利になっちゃったね。本当だねお姉ちゃん。しかも味方さん1両も撃破されてないもんね。だね。パーフェクト勝利は久しぶりな気がするね。終始は、フル禁断運用だったけど、3ショット3貫通だったので、5万超えの黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。